としてね、昨日夜に腹痛と高熱の症状が出た4歳の男の子検査でインフルエンザの陽性が確認されました保育園では2名インンフルエンザかかってるっていいるうお話聞いています札幌市中央区の小児科には多い日には1日30人を超えるインフルエンザ患者が診察に訪れています 今シーズンは11月と12月にインフルエンザの A 型が流行しました今は B 型のインフルエンザということで2回ピークがあるちょっと変わった流行の形だと思います札幌では去年の年末にかけての流行が一旦収まったものの先月から再び増加最新の1医療機関あたりの患者数は30.59人となり 今シーズン2回目のインフルエンザ流行発生警報が発表されています22年開業してますけどね B 型がこの時期にこれだけ入やるってことは初めての経験なのでやっぱり驚いています雪まつり始めとしていろんなイベントが冬にありましたしインバウンドの方ですとか全国から観光客の方含めて札幌に北海道に来られてますのでそういう人の流れが増えたということも原因だと思います。 インフルエンザの流行で、今日札幌市内の小中学校では合わせて148クラスが学級閉鎖となりました。流行はいつまで続くのでしょうか。まあ3月いっぱいは多分流行はねまだあると思いますので、やはりもう少しもう2、3週間は注意は必要かなと思いますけども。 加えて、田め先生は特に子どもたちの間でインフルエンザが流行っていることについてこのようにも話しています。コロナ禍の3年余り、マスクや黙食など徹底的な感染対策によって免疫を高められないまま大きくなってしまったということなんですね。子どもの免疫は1歳を過ぎたあたりから発達していくためコロナ禍を過ごした子どもたちは免疫が高められないまま育ってしまったのではないかという見解です。 菅野さん VTR の中でタメ先生22年で一番 B が流行っているってこれも一つびっくりしますよねやっぱりね,ねあのいや確かに宇宙のこの学校とかでも12月にピークあってでまた最近その学級、えー、閉鎖とかあったからだ、はい、A と B で違うのが流行ったんだって今見て思ったんですけどあのなんかまあ毎年毎年この時期にインフルエンザでねビクビクするじゃないですか、うん、でこれが卒業とか受験のシーズンだからよりなるじゃないですか、はい、でコロナ禍始まる時に初め学校がね外出自粛とかの時でか こういけない時にじゃあ9月スタートやってみるみたいなことを考えてましたけどありましたね,ねなんかそれを改めて僕はその考えてみてもいいんじゃないのと <laughs> 思うんですよその大事な時期がインフルとかぶるのであれば、はい、そこをずらすというのもちょっと考えた方がいいのかなという気がちょっとします。そうですね ウイルスの方に移行して夏にっていうのはなかなか難しいですからね、我々人間がどうするかというところだと思うんですがまあただ、この,あの最後のクラス学年で過ごす時に学級学年閉鎖になってしまうと心残りがたくさんできてしまいますので基本的な感染対策だけはしっかりとしていきたいですね。